アレックス・ロドリゲス・バイオジェネシス・スキャンダルは、主に、メジャーリーグ・ベースボールの薬物スキャンダルであり、プロボクサーのユリオルキス・ガンボアも疑惑が浮上した。2013年1月に人成長ホルモンなどの禁止薬物を購入していたことが判明した。同年7月22日に、ミルウォーキー・ブルワーズのライアン・ブラウンに65試合、8月5日に、 ニューヨークヤンキースのアレックス・ロドリゲスに211試合と、その他12人の選手に50試合の出場停止処分が課された。バイオジェネシスクリニック経営者のトニー・イボッシュは、医師免許を持たない二世医者で借金がかさみ、2012年9月に顧客だったボディービルダーのポーター・フィッシャーをクリニックの共同経営者にすると持ちかけて、彼から4000ドルを借りた。 翌月に利息をつけて返済する約束だったが、保護にされたために、フィッシャーが激怒。フィッシャーから、メジャーリーグベースボール選手への禁止薬物密売についての詳細ノートの情報提供を受けた、地元新聞社のマイアミニュータイムズ誌によって2013年1月29日に報道され、スキャンダルが発覚した。資料によると、アレックス・ロドリンゲス、ネルソン・クルーズ、メルキーカブレラ、 ジオ・コンザレス、バートロ・コロンらの名前が禁止薬物を入手していたとして記されていたが、ロドリゲスは代理人を通じて報道を否定した。4月12日にニューヨーク・タイムズ氏が、ロドリゲスが証拠隠滅を目的として、すでにバイオジェネシスから証拠を買い取っていたと報じた。生活面と司法面で多額の援助を約束された、ボッシュは6月4日に、 MLB の調査チームと調査の協力で合意し、クリニックが禁止薬物を提供した選手名を報告すると伝えた。その後に MLB の調査チームは疑惑選手を次々と事情聴取した。彼らは揃って証言を拒否したが、ボッシュから入手した決定的な証拠を突きつけられ追い込まれた。7月22日にライアン・ブラウンがこれまで否定していたクリニックからの 禁止薬物購入について認めて謝罪し、本来の処分2回目100試合から短縮された、シーズン残り65試合の出場停止処分を受け入れた。ブラウンは MVP を受賞した2011年12月に、テストステロンに陽性反応を示したが、検査に不手際があったという異議申し立てが認められ、この時は処分を課されなかった。8月5日に、複数年にわたって、 テストステロンや人成長ホルモンを含む多数の禁止薬物を所持、使用し、MLB による調査を妨害して違反の隠蔽工作を図ったとして、アレックス・ロドリゲスに異例の2014年シーズン終了までの計211試合の出場停止処分、他12人の選手には50試合の出場停止処分が課せられた。ロドリゲスは処分が重すぎるとして異議申し立てを行い、 申立て期間中のプレーが許可された。他12人の選手は異議申し立てを放棄して処分を受け入れた。1921年8月3日のブラックソックス事件の8人を上回る MLB 史上最多13人の選手が同時に処分を課せられた。また2012年にすでに出場停止処分を受けているバートロコローン、メルキー・カブレラ、 ヤズマニ・グランダルには追加処分は課されず、調査対象になっていたジオ・ゴンザレスとダニー・バレンシアの潔白も認められた。ロドリゲスは、処分が発表された8月5日に股関節手術と、大体4頭筋の怪我から復帰し、ブーイングを浴びる中で2013年シーズン初出場を果たした。異議申し立てを行い、9月終わりまで試合出場を続けた。 シーズン終了後の10月4日に MLB 機構とバドセリグコミッショナーがアレックス・ロドリゲスの名声とキャリアを失わせるために利用しようとしていた証拠を不適切に集めようとしていたとして MLB 機構を提出した2013年1月29日にマイアミニュータイムズ誌によってプロボクサーのユリオルキス・ガンボアがクリニックから HGH インスリン様成長因子1 テストステロイクリームなどの禁止薬物を購入していたと上記の MLB の選手たちと合わせて報道され発覚した。ボクシングには MLB のような統一機関が存在しないためにガンボアを追跡調査する手段がなくガンボアが一切調査されずに試合に出場していることをヤフーやスポーツイラストレーテッドの記者は問題であると指摘した。ありがとうございます。